ランブラーは、アメリカ合衆国の自動車ブランドの一つ。ランブラーの名称を持つ自動車は、トマス・ B ・ジェフリー・カンパニーが1900年から1914年まで、ナッシュ・モーターズが1950年から1954年まで、ナッシュの後継企業アメリカン・モーターズが1954年から1969年まで、製造した。製造地から、ーシャのキャディラックと言われた。 ランブラー 6HP ランナバウト1903ランブラー61 2HP ランナバウト1903ランブラー7 HP リアエントランストンネアウ19041908年式ランブラー広告1913年式ランブラー5人乗りツーリングカーアメリカ製の自動車でランブラー名を最初に使ったのはシカゴでランブラー自転車を作っていたトマス B ジェフリーである 1897年の試作車だった。1899年のシカゴ国際展示会トーナメントとニューヨークでの第1回全国自動車展示会での反応が良く、ジェフリーは自動車事業に参入を決意。1900年にウィスコンシン州ケノー社にあったスターリング自転車の工場を買い上げた。 ジェフェリーは1902年に自動車の量産と販売を開始した。年末には1500台を生産した。トマス B ・ジェフリー・カンパニーが当時の米国自動車の6分の1を占めてオールズモビルに次ぐ2番手のメーカーとなった。ティラーに変えてステアリングホイールを装備するなどランブラーでは先進技術も試行した。しかし当時の自動車使用者一般にはあまりに 先進的だったため、ディラーステアリングでの量産とした。ランブラーは、先進的な、様々な試みを行った。スペアタイヤを装備した。当時は、一般的なトラブルだったパンクの際に、ランブラーでは、単にパンクしたタイヤを、スペアタイヤと交換するだけでよかった。1914年には、トマス B の息子であるチャールズ T ・ジェフリーが父を称えて、 ランブラー名をジェフェリーと変更した。1916年、チャールズ・ W ・ナッシュが、トマス・ B ・ジェフリー・カンパニーを購入し、1917年に、ナッシュ・モーターズとして創業した。ジェフェリー名は終了し、ナッシュという名前となった。会社は1937年に、有名な家庭用品メーカーと合併し、ナッシュ・ケルビネーター・コーポレーションとなった。 ナッシュ・ランブラー初代ランブラーアメリカンドアセダンの姉妹車でもあるチャールズ・ナッシュの後継者ジョージ・ W ・メイソンの指揮のもとナッシュ・ケルビネーターでは第二次世界大戦の終戦直後戦後の経済を反映した低コストで生産可能な小型車の開発を開始したしかしナッシュが手に入れられる鉄鋼には限りがあることがわかりメイソンは方針を変えた ランブラーと名付けられた二セダンにはコンバーチブルトップを乗せ、さらに通常はオプション品とする装備を標準装備とすることで利益最大化を図った。1950年に発売されたランブラーはほどなく人気者となった。朝鮮戦争に絡んで鋼割刀量が増え、ランブラーシリーズは四セダンやステーションワゴンへとモデルタイプを増やし価格帯の幅も広げた。 ミドアセダンコンバーチブルは、この種のボディの第一世代となり、人気を博した。自社の往年のブランドをリバイバルさせた現代型、ランブラー第一世代は、先行開発された、フルサイズ車である、ナッシュエアフライトのスタイルに準拠しつつ小型化したような、車両で、同様に、ホイールハウスを閉じたデザインとした。ホイールハウスは、自動車にとって、 空力抵抗の原因の一つだったが、ナッシュ流に、これをカバーしたデザインの第一の理由は、車両衝突時の強度が増すというより、実用技術的なものだった。この、スカーテッドフェンダーはステアリング切れ角を制約するため、車が曲がりにくくなると考える人も多かったが、これを補う検知もあって、一般の車両よりも前輪間隔が狭くされたため、 実用上の問題はなかった。ランブラーでは1955年までこのスタイルだったが、その後の定期的なデザイン見直しで、前輪は追われなくなった。1954年、ナッシュ・ケルビネーターとハドソンが合併し、存続会社名はアメリカン・モーターズとなった。合併に続いて、ランブラーはナッシュとハドソンと同じバッジエンジニアリング社となり、 どの車も見た目での違いがなくなった。ナッシュとハドソンは1957年で終了し、AMC の車種は、ランブラーのみとなった。例外は1958年から1962年まで、輸入販売された、ナッシュメトロポリタンのみであった。1958ランブラーセダン1960年代には、ジョージ・ロムニーが、 様々なランブラーモデルを統合し、一つのランブラーブランド名のもとに販売するという方針を打ち出した。1962年には最上級グレードの AMC アンバサダーがランブラー名のもとで公式に発売された。それ以前はアンバサダーバイランブラーだった。ランブラー6とランブラーラベル V8 はランブラークラシックとされた。ロムニーは 製造コストを削ぎ落とすことに先進し、部品の多くをアンバサダーとクラシックで共有させた。1962年初頭に上級ランブラーモデルはすべて同じホイールベースと車体部品となった。エンジンとトリムと装備がクラシックとアンバサダーとの違いとなった。ボディの外販は1963年の新型アンバサダー。 クラシックの車体と1964年アメリカンの車体で共通化された。1963年にはランブラーシリーズ全体でモータートレンド誌のカーオブザイヤーを受賞。ロムニーはミシガン州知事になった。ロイ・アバネシーが公認となりビッグスリーと競う方針を引き継いだ。アバネシーは目標と定めた市場分野ではランブラーブランドは 障害になると考えた。そこで、アバネシーは、ランブラーにこだわらず、ボディやプラットフォームのバリエーションで様々なバリエーションのモデルを送り出すこととした。1965年式ランブラーが、その第一弾だった。まだほとんどの部品が共通化されていたが、クラシックとアンバサダーは外観を変えた。アンバサダーは再び長いホイールベースとし、ユニークな見栄えとなった。 加えて、ハードトップクーペのマーリンを出し、スポーティなファストバック市場に参入した。ついで、アバネシーは、市場調査を裏付けとして、取締役会を説得にかかった。ランブラーは、野暮対イメージで、販売増を狙うための障害となるだけでなく、消費者一般は、ランブラーを、コンパクトカーとして見ているということだった。 1966年に開始した AMC ブランドに力を入れ、マルチプラットフォームの自動車メーカーとなるため、AMC は、ランブラーの段階的廃止を開始した。1968年の AMC ランブラーは、コンパクトカーだがしっかりした、エコノミーカーとして作られていた、ランブラーアメリカンのみだった。AMC は、ファーストパフォーマンスと共同開発した。 マッスルカーの SC、ランブラーを発売した。最後の年の1969年には、単に、ランブラーとなった。最後の1台は1969年6月30日に、生産された。ケノー社の、生産ラインで製造された、ランブラー車は420万台を超えた。ランブラーブランドは広く世界中の市場で、継続使用された。AMC ホーネットと、 AMC マタドールと共にオーストラリアンモーター、インダストリーズが、ランブラーのコンプリートノックダウン生産を1978年まで続けた。ランブラーアメリカンはアルゼンチンでは1967年に、以下トリノとなった。後に、社名は、ルノートリノに変更され1980年まで続いた。ランブラー名は1983年に、 メキシコのバクーロスオートモトルズメーヒカーノスが使ったものが最後となった。ありがとうございます。